座敷ぼっこの話。宮沢賢治。僕らの方の座敷ぼっこの話です。明るい昼間、みんなが山へ働きに出て、子供が二人庭で遊んでおりました。大きな家に誰もおりませんでしたから、そこらはシーンとしています。ところが、家のどこかの座敷でざわざわっとほうきの音がしたのです。二人の子供はお互い肩にしっかりと手を組み合ってこっそり行ってみましたが、どの座敷にも誰もいず、刀の箱もひっそりとして、垣根のヒノキがいよいよ青く見える霧、誰もどこにもいませんでした。ざわ、ざわ、と、ほうきの音が聞こえます。遠くのモズの声なのか、北上川の背の音か、どこかで豆を身にかけるのか、二人でいろいろ考えながら黙って聞いてみましたが、やっぱりどれでもないようでした。確かにどこかで、ざわ、ざわっと、ほうきの音が聞こえたのです。もう一度こっそり座敷を覗いてみましたが、どの座敷にも誰もいず、ただお日様の光ばかり、そこら一面明るく降っておりました。こんなのが座敷ぼっこです。大道巡り、大道巡り。一生懸命こう叫びながら、ちょうど十人の子供らが両手をつないで丸くなり、ぐる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 座敷の中を回っていました。どの子もみんなそのうちのお振る舞いに呼ばれてきたのです。ぐる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 回って遊んでおりました。そしたらいつか11人になりました。一人も知らない顔がなく、一人も同じ顔がなく、それでもやっぱりどう数えても11人だけおりました。その増えた一人が座敷ぼっこなのだぞ、と大人が出てきて言いました。けれども誰が増えたのか、とにかくみんな自分だけはどうしても座敷ぼっこでない、と一生懸命目を張ってきちんと座っておりました。こんなのが座敷ぼっこです。それからまたこういうのです。ある大きな本家ではいつも旧の8月の初めに如来様のお祭りで分家の子供らを呼ぶのでしたが、ある年その一人の子がはしかにかかって休んでいました。如来さんの祭りへ行きたい、如来さんの祭りへ行きたい、とその子は寝ていて毎日毎日言いました。祭りのバスから早くよくなれ。本家のおばあさんが見舞いに行ってその子の頭を撫でて言いました。その子は9月によくなりました。そこでみんなは呼ばれました。ところが他の子供らは今まで祭りを伸ばされたり、鉛のうさぎを見舞いに取られたりしたので、なんとも面白くなくてたまりませんでした。あいつのためにひどい目にあった。もう今日は来てもどうしたって遊ばないぞ。と約束しました。おお、来たぞ来たぞ。みんなが座敷で遊んでいたとき、にわかに一人が叫びました。よし、隠れろ。みんなは次の小さな座敷へ駆け込みました。そしたらどうです。その座敷の真ん中に今やっと来たばっかりのはずのあのはしかを病んだ子がまるっきり痩せて青ざめて泣き出しそうな顔をして
新しい熊のおもちゃを持ってきちんと座っていたのです。座敷ぼっこだ！一人が叫んで逃げ出しました。みんなもわーっと逃げました。座敷ぼっこは泣きました。こんなのが座敷ぼっこです。また、北上川の老明寺の淵の渡し森がある日私に言いました。旧暦8月17日の晩、オラは酒飲んで早く寝た。おーい、おーいと向こうで呼んだ。起きて小屋から出てみたら、お月様はちょうど空のてっぺんだ。オラは急いで船出して、向こうの岸に行ってみたらば、紋付きを着て刀を刺し、袴を履いたきれいな子供だ。たった一人で、四郎の草履も履いていた。渡るかと言ったら、頼むと言った。子供は乗った。船が真ん中ごろに来たとき、オラは見ないふりしてよーく子供を見た。きちんと膝に手を置いて空を見ながら座っていた。お前さん今からどこへ行く？どこから来たって聞いたらば、子供はかわいい声で答えた。そこの笹田のうちにずいぶん長くいたけれど、もう飽きたから他へ行くよ。なぜ飽きたねって聞いたらば、子供は黙って笑っていた。どこへ行くねってまた聞いたらば、キサラキの斎藤へ行くよと言った。岸に着いたら子供はもういず、オラは小屋の入り口に腰掛けていた。夢だかなんだかわからない。けれどもきっと本当だ。それから笹田が落ちぶれて、如月の斎藤では病気もすっかり治ったし、息子も大学を終わったし、めきめき立派になったから。こんなのが座敷ぼっこです。